微分方程式、y、y''-4y'-4y'-0、y0 y が2、y'0 が0。これを満たす微分方程式を求めようということですね。えー、こちら、どうすればいいかと言いますと、はい、ここの y'' と y' というのを α、事情 α と置き換えた式。これを解いてあげると、はい、α イコール2という10回が出てきます。で10回になった場合は、まあ、ここに2入れるのが一つですけど、もう一回2入れても同じになりますので、ここに x をつけたもの。こういったものが一般解 つまり一般解は y イコール ae の 2x 乗プラス bx の e の 2x 乗という風にすることができます。そしたら、まあ結局この微分した式っていうのを使うんで、そのままこの式を微分してあげましょう。 で、微分してあげると、まあ、こんな感じこの部分がこういう風になって、bxe の 2x 乗というのは、はい、積の部分、微分なので、まあ、x 微分してっていうものと、あとは e の 2x 乗微分する、つまり2が前に出るという形になります。で、あとはまとめるとこまとめてあげると、はい、こんな感じにすることができます。 そしたら、まあ、y0 が2っていうことなので、はい、この式に代入してあげることによって、a の値は2とすることができ。えー、y'0 イコール0。はい、まあ、この式に代入することによって、えー、まあ、2a プラス b、えー。これが0ですけど、まあ、a は2って分かってるから、そのまま代入してあげましょう。そうすると、b の値はマイナス4というふうにすることができます。したがって、y イコール 2e の 2x 乗マイナス 4xe の 2x 乗。こういった答えが出てきます。以上になります。